さあこれより攻守方向を変えまして第2クォーターに入ります。今度は合同チームが左から右に攻め向かって攻める格好になります。合同チームサーダウン2。さあここでフルバックのダイブプレー、先ほどと同じく短い距離を確実に取りに行きました。しかしわずかに攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。中央キーからプレー、さあこれのように合同チームはフォースダウンの状況となりました。この4回目最後の攻撃権どのような形で使うでしょうか。ここでホイッスル、タイムアウト。ここで合同チーム前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まずはここが勘どころと見ました合同チーム、ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。当初パスプレーにより展開を図ろうとしました合同チームですが、ここで手堅いダイブプレー、そして短いランプレーを重ねまして状況、そしてリズムを作ろうとしております。フィールド中央付近まで押し返してきているところですが、このフォースダウン残り1ヤード、どのような選択とするでしょうか。さあタイムアウトときまして試合再開です。合同チームフォースダウン残り1ヤード、プレーを選択します。キャンブル、この攻撃で1ヤード前進したいと攻撃権を失いますが、さあどのようなプレーをするでしょうか。パス不成功、ここでクォーターバック8番パスプレーを選択しました。あえて高いパスを投げワイドレシーバーとの競り合いにその勝負をかけましたが、これを佐藤愛媛川が見事パスカットしまして4回目の攻撃失敗です。4回目の攻撃を失いますと攻撃権交代となります。攻守交代、ターンオーバー。合同チーム勝負どころでここでギャンブルをかけましたが、しかし失敗という形になり攻守交代です。佐藤愛媛、逆に得ましたこの攻撃生かせるでしょうか。ボールオンは相手陣39ヤードから佐藤愛媛ファーストダウン10。ここでホイッスル、イエローフラッグが鳴っております。失礼しました、イエローフラッグが投入されました。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、遅延行為を働いた反則です。オフェンスチームには制限時間があります。制限時間内にプレーを始めない場合は5ヤードバッタリとなります。従いまして佐藤建設5ヤード下がりファーストダウン15で試合再開です。ボールオン相手陣44ヤードから佐藤愛媛ファーストダウン15。さあまずクォーターバック12番自ら中央へ持ち込んだ、相手タックル受けながら約5ヤードの前進です。迫力ある素晴らしいランを決めましたクォーターバック12番はジョナサン・アレクサンダー・ルビオ。セカンドダウンファーストダウンまで残り10ヤード。さあ海外からの参戦選手がここでクォーターバックとして投入されました。佐藤愛媛セカンドダウン10、ボールオン相手陣39ヤード、インターセプト。ターンオーバー。今度は佐藤建設12番パスプレーにより一気前進を図りましたが、これを取りましたが合同チーム88番インターセプトにより攻守交代です。攻撃権は合同チームに変わります。ターンオーバー。目の覚めるようなパスでしたが、これは見事に合同チーム88番渡辺インターセプトしました。さあ攻撃権取り返しました合同チーム。
先ほどのインターセプトの勢いを取り戻すことができるでしょうか。ボールオンは自陣36ヤードからファーストダウン10。ナイスディフェンス、パス不成功。ここで合同チームをパスプレーから入ろうとしましたが、これを見計らい佐藤建設の5番がすごいチャージをかけました。あわやインターセプトでしたが、結果的にはパスカットによるパス不成功に終わっています。素晴らしい反応をしましたのは佐藤建設愛媛チームにあります背番号5番有本。合同チームセカンダウン10、ボールオン自陣37ヤード。パス成功。クォーターバック21番、ハンドオフフェイクから左オープンに展開、そこからワイドレシーバー16番にパスを通しまして、約7ヤードゲインとしています。パスを通しましたクォーターバック21番はトライスターズからの参戦、木田。取りましたワイドレシーバー16番も同じくトライスターズのレシーバー藤川でした。しかしここでペナルティが発生しております。ここでオフェンスチームに無資格補給者のダウンフィールドに侵入という反則がありました。オフェンスチームにはパスを取ることが許されていないポジションの選手があります。こういった選手がパスコースに出ること自体が許されておりません。この反則がございまして、先ほどのプレーは無効によるゲインは結果的にロスで相殺される形になります。訂正します。セカンドダウンのやり直しです。訂正します。セカンドダウンのやり直しです。失礼しました。反則によりまして10ヤード抜体という形になります。先ほど合同チームの攻撃中、パスの時に、無資格レシーバーのダウンフィールド、アメリカンフットボールオフェンスチーム全ての選手がパスを取れるわけではございません。ボールを軸にした中心から5名の選手、50番から79番をつけた選手はパスを取ることができない選手となっています。合同チームセカンダウン14、クォーターバック21番、パスを投じようと下がりましたが、しかしプレッシャーからスクラム、緊急発進のランプレーに変えまして、原因はしておりますが、しかし攻撃権更新には至っておりません。サードダウンに変わります。キャリアとなりましたクォーターバック21番は北。合同チーム自陣34ヤードからサードダウン12。クォーターバック12番、ハンドオフェイから左オープンにブーツレック、ブロッカーをつけずむき出しの状態で左オープンに展開し、パスを投じると見せかけ一気にランプレーによる突破を図りました。しかしわずかに攻撃権更新にまでは至っておりません。フォースダウンに変わります。キャリアとなりましたクォーターバック21番は木田でした。合同チームフォースダウン5、パントフォーメーションを選択します。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスチームの反則です。フォルススタート、揃ってスタートをしきりませんでした。5ヤード抜体という形になりまして、フォースダウン残り10ヤードで試合再開です。合同チームフォースダウン10、ボールオンは自陣38ヤード。
佐藤建設リターンしません。フェアキャッチ、安全なキャッチをシグナルしまして、そこでボールデッドとしました。佐藤建設陣40ヤード付近での攻守交代となります。さあ攻撃権変わりまして、佐藤愛媛の攻撃に変わります。ボールオン自陣40ヤードから佐藤愛媛ファーストダウン10。ナイスラーファーストダウン。ランニングバック9番ハンドオフを受けまして中央突破、相手ディフェンスの隙間を塗ってそのまま一気に攻撃権更新です。佐藤建設ファーストダウン。素晴らしいランを決めたのは佐藤建設のランニング枠9番の上野。さあこれにより佐藤建設相手陣48ヤードからファーストダウン10。今度は合同チームが見せます。再び中央へのランプレーによる突破を図りましたが、これを合同チーム7番が見事に対応しまして1ヤードロスを奪っています。素晴らしい対応をしましたのは合同チーム7番の斉藤。佐藤建設相手陣49ヤードからセカンドダウン11。ファースト。クォーターバック13番パスを投じようとして下がりましたが、プレッシャーが来ましたのでスクランブル、緊急発進のランプレーで左オープンを展開しました。これが構想し一気に攻撃権更新です。佐藤建設愛媛チームファーストダウン獲得です。素晴らしい判断でスクランブル決めましたのは佐藤建設スタンディングベアーズ13番のアイオイ。昨シーズンワイドレシーバーとしても活躍した選手です。今季はクォーターバックとしても投入されました。さあ再びアイオイのランプレーです。クォーターバック13番オプションプレー、自ら持つかランニングバックに託すかの選択プレーで自らキープしました。この判断構想し約7ヤードのゲインです。ここでウォーターブレイクが入ります。ここでウォーターブレイクです。前半残り時間5分を切ってまいりましたが、ようやく試合の動きが再び生じようとしております。佐藤建設ここで膠着状態にありましたところ、ランプレーによって徐々に陣地挽回し一気に相手陣30ヤードに入ったところで現在ウォーターブレイクが入っております。このまま勢いに乗ることによって得点を上げることに成功するでしょうか、あるいは合同チームこの水入りを生かしまして状況を打開図れるでしょうか。このウォーターブレイクが面白い状況を生んでくれるかもしれません。さあウォーターブレイクと組みまして試合再開となります。佐藤愛媛相手陣30ヤードからセカンドダウン3。ここは合同チームが抑えます。中央へのランプレーにより攻撃権突破を図るとしましたが、これは合同チーム対応しまして1ヤードロスです。佐藤愛媛サードダウンに入ります。
佐藤愛媛、さあこの攻撃を生かすことができるでしょうか。ボールオンは相手陣31ヤードから佐藤愛媛、サーダン4パス成功、ファッサー。ここで佐藤愛媛クォーターバック13番左に足したワイドレシーバー3番にパス、これを見事キャッチしまして攻撃権更新です。失礼しました、ワイドレシーバー7番がキャッチしまして攻撃権更新です。佐藤愛媛ファースター。さあ一気に相手陣22ヤードに入りました。佐藤愛媛得点の機会生かせるでしょうか。ファースターアンテン、これはゴールドチームナイスディフェンス。ここでオプションプレーによる攻撃権更新を図りましたが、佐藤愛媛見事に対応しましてこのランプレーを阻止しております。素晴らしい反応でタックルしましたのは合同チームの67番の島田。佐藤愛媛相手陣22ヤードからセカンドアンナイン、今度は中央へのランプレー、キャリア26番ハンドオフを受けまして中央突破を図り約7ヤードのゲインとしています。佐藤愛媛サーダン2ボールオン相手陣15ヤード。さあ右オープンをつきましたが展開どうなりましたでしょうか。佐藤愛媛ファースター、何枠9番右オープンに展開、そのスピードで一気に相手陣をまくり込んでそのまま攻撃権更新です。佐藤愛媛ファースター。さあ佐藤愛媛これで相手陣11ヤードに入りましてファースターアンテン、攻撃権更新、必要距離10ヤード、そして得点を上げるエンドゾーンまで11ヤードの状況です。ボード愛媛これを阻止できるでしょうか。パス不成功、しかしイエローフラグ反則が発生しています。さあこの反則は果たしてどちらのチームにあったでしょうか。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、前パスが浮いている間に相手選手に接触を妨害しました。今回はディフェンス側にその反則がありましたので反則発生地点での相手チームのファーストダウンと変わります。従いまして佐藤愛媛相手陣2ヤードからファーストダウン2ゴール、残り4回の攻撃で得点を狙うエンドゾーンに迫ります。さあ中央へのランプレータッチダウン、ここで佐藤愛媛は中央へのランプレーを選択しました。キャリア26番タックル受けながら体をエンドゾーンにねじ込んでタッチダウン、佐藤愛媛6点獲得、見事タッチダウンを決めました。佐藤愛媛ラニ枠26番は宮下でした。そしてタッチダウンの後のワンプレー、トライフォーポイントに挑みます。ここでホイッスル、
ここで佐藤愛媛前半1回目のタイムアウトを使います。このプレーの際にメンバーの入れ替わりがありましたが、ここでメンバー不足を確認しの可能性があったため、ここでタイムアウトを入れます。アメリカンフットボールは攻守、そしてその攻撃の都度のメンバー交代に制限はありません。そのメンバーが全員入れ替わることも許されています。逆に言いますと、このメンバー管理ということが非常に重要な点になり、この点においての作戦術が非常に重要です。今回は双方とも合同チームということもありまして、そのメンバー確認にはそれぞれその状況確認が難しいところが迫られています。さあ試合再開となります。佐藤愛媛トライフォーポイント、キックフォーメーションを取りました。キックによる得点を狙います。キッカーは6番の斉藤。キック成功、1点追加。佐藤愛媛7点、合同チーム0点となりました。まず佐藤愛媛合同チームが先制のタッチダウンを上げる形になりました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはその後にもうワンプレーのボーナスプレーがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これと自陣のエンドゾーンで倒されるセーフティー自殺点のパターンを加えますと、アメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りです。この足し算によって構成されまして、引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして試合は先ほど得点を挙げました佐藤愛媛のキックオフで再開となります。ラグビーとは違い、アメリカンフットボールは得点を上げた側のキックオフで試合再開になります。さあ合同チームリターンに入った、真ん中空いている、さあ相手は1人、さあかわしていった、ギリギリのところで倒せました。しかしナイスリターン。ここで合同チーム一気にキックオフリターンで大きく見せます。リターナー88番、一気に中央を突破、ブロッカーを生かして1対1の状況を切り抜け、そのままエンドゾーン手前10ヤードまで迫りました。合同チーム一気に相手陣10ヤードに入ります。素晴らしいリターン決めましたのは合同チームの88番の渡辺。不利になるかと思われましたが、しかしここでキックオフリターンで大きなプレーで一気に得点機を得ています。合同チーム相手陣12ヤードに迫りましてのファーストアンテン、さあまずランプレーで突破を図りましたが、しかしこれは佐藤愛媛チームがチャージをかけまして、このランプレー阻止しております。合同チームセカンドアンド12、相手陣14ヤード。前半残り時間まもなく30秒を切ります。ここでホイッスル、反則が発生しております。オフェンスチームの
オフェンスチームの反則でした。フォルススタート、不正なスタートをしておりました。揃ってスタートしなかったという反則です。5ヤードばったりです。アメリカンフットボール、特に社会人のルールでは残り2分、前半後半の残り10分を切った段階ではオフェンスチームの反則があった場合、10秒減算のペナルティがさらに加わります。しかしその前に合同チームタイムアウトを取りましたので、結果的に減算はありません。前半残り時間は22秒となります。しかしここで合同チーム2回目のタイムアウトを使いました。さあこの状況にはなりましたが、しかし合同チーム得点機にはあります。相手陣19ヤードからセカンドダウン17、前半残り時間は22秒。さあこのパスはどうだ、パス不成功、パス不成功です。一気にここでエンドゾーンを狙わんと、ワイドクォーターバック11番、右にいました12番にロングパス、競り合いになりまして、ボールには触れれましたが、しかしキャッチには至らず、攻撃権一つ失いサードダウンに変わります。合同チーム相手陣19ヤードからサードダウン17、前半残り時間16秒。さあパスは通っている。さあゲインはしているが、ここでホイッスルが鳴っている。先ほどパスは通りましたが、中で倒れたため時計が回り続ける状況でした。これをギリギリのタイミングで合同チーム最後のタイムアウトを使いまして、残り2秒確保してタイムアウトに入っております。さあこの残り2秒でどのような選択を合同チームするでしょうか。体型を変えます。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス25ヤード、キッカー13番の中塚。キック成功、3点獲得です。合同チーム3点獲得しました。佐藤愛媛7点、合同チーム3点。ここで前半終了。佐藤建設スタンディングでは7点、合同チーム3点。佐藤建設スタンディングではここで前半終了となります。これを10分間の反対に入ります。前半終了となりまして、佐藤愛媛合同チーム7点、トライサーズ徳島クレ川之江岡山大学 OB チーム合同チームの3点、7対3という状況でハーフタイムに入りました。